点ということでこちらでございます。ストップかけなかったら、はい、こぼれる寸前まで本当ですか。もういっぱいぐらいということでやってまいりました。サーディカップ、こんにちは、のぶです。本日は西原町にある居酒屋ランチ、コスパのいい居酒屋ランチ行ってみたいと思います。ということで本日今来てるのはこちら西原町の運動公園でございます。毎年1月2月になるとサッカーキャンプも行われているこちら西原町の運動公園です。そして本日ご紹介させていただくのはこちら西原町にあるですね、居酒屋さんでランチをやってるみたいなんですけど、結構コスパが良さそうで、しかもですね、なんか名物っていうかですね、面白いのがカレーをですね、ストップを言うまで注ぎ続けるっていうようなメニューがあるみたいです。なんかどういった感じで注がれるのかとか詳しいことが全然わからないんですけど、なんかメニューにですねそういったメニューがあって結構気になってるんです。そのメニュー狙いで行こうかなと思っております。でもですね、他にもいろいろメニューがあって、しかもライスとか食べ放題なのかな、カレーだと食べ放題ではないと思うんですが、多分一部ですねビュッフェスタイルのようなものがあるような感じの確か書き方だったと思います。まあ夜は居酒屋さんなんで、まあ結構揚げ物とかそういう系が多いのかなと思いますが、居酒屋ランチ久しぶりに行ってみたいと思います。しかもお店の場所がですね、最近連日お伝えさせていただいているイオンの新しいイオン手だこ裏西駅前店のすぐそばです。それではそちらの方に行ってみましょう。でーてんということでこちらでございます。イリバルさんでございます。創作オフ酒場イリバルさんでございます。こちら行ってみましょう。あて、いきなり横に外にメニューがある、こちらでございます。ランチメニュー11時半から3時まで、ラストオーダーは2時半だそうです。ライススープはおかわり中、ライスとスープでしたね。そしてこちら牛肉もやし炒め日替わりチャンプルー780円でございます。そしてこちら無限地獄カレー、この690円が気になっております。アジフライ780円、うま唐揚げこれも美味しそうなんですよね、880円、卵チャーハン880円、オムライスデミグラソース880円、キノコとベーコンのクリームパスタ880円、アサリのペペロンチーノ880円、マルゲリータピッツァ880円、これも美味しそうです。サイコロステーキ990円、なんと1000円切りです。ローストビーフ丼も990円、やばい。そしてキッズプレートなんかもあります。ケーキもある、こんな感じでございます。ランチ営業は川も近道です。それでは入ってみましょう。それではお邪魔させていただきます。よいしょー。どんな感じなんだ、こんな感じでございます。そして2階なんだお店、1階はこんなんで2階なんですってお店。それでは2階上がっていきます。こんにちは。ちなみにカレーは自分でご飯をよそって持っていくそうで、それでカレーをついてもらう感じみたいです。よいしょということで入れていきます。よいしょということで、多かったかな少なかったかな、とりあえず入れてもらいましょう。よいしょ、これお客様の好きなところで、はい、ストップ声掛けお願いします。はい、わかりました。はい、ストップかけなかったら、はい、こぼれる寸前まで本当ですか。やばすごい、もうちょっとだけ、もういっぱいぐらい、それで大丈夫です。よろしいですか。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ということでやってまいりました。入れてもらいました。入れてる過程も見ていただいたと思いますが、こちらがカレーライス大盛りでございます。大盛りっていうか無限地獄カレーでございます。これで600、税込み690円です。結構やばい山盛りです。量がですね、これがそんなに大きくないんですが、スープいただいてまいりました。こんな感じです。もう大きな、なんていうんですか、カレーを注ぐ、あのなんていうんですか、お玉にですね3杯ぐらい入れていただきました。かなりたっぷりでございます。それではいただいていきましょう。なかなか美味しそうですね。こんな感じです。色は結構溶け込んでますけど、お肉とかもこっちの方になんかお肉とかもある感じですが、とりあえずいただいてみましょう。なんか多分ご飯よりルーだいぶ多めなので、しゃぶしゃぶな感じでいただいていきます。それではいただきます。なんだろう、結構肉はなんか豚バラ的なの、そんなになんかごっついお肉というよりなんかバラ肉っぽいものが入ってますね。で結構ルーなんです、本当になんかいろんなものが溶け込んでる感じです。うん、な
なかなか美味しいです。それではもう一口いただいてみましょう。それではこちら、うん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 、うまい、なかなか美味しいですよ。このスープなんだろう、どんなスープだろう、なんかあれかな、ステーキ屋さんの感じのスープかな。それではこちらのスープもいただいてみます。うんうん、多分基本はステーキ屋さんは何て言うんですか、何スープってか分かんないですけど、チキンスープかな、そういうスープなんですけど、結構薄味ですね。カレーが濃いからかもしれません、結構薄味。このスープも食べ放題です。うん、もっていうのは変ですね。ちなみにこれ多分カレーご飯足りなかったらご飯追加することは自分でできますね。ルーは最初に言った量で多分これ以上増やせないと思いますが、ご飯の方はさらにおかわりすることは可能です。それでは、うんうん、うまい。それではこちらどんどんいただいていきましょうっていうところで、お店の雰囲気こんな感じですね。残念ながらですね、ちょっと遅い時間というのもあって今お客さんいらっしゃらないです。車止まったんでお客さんいらっしゃる方だったんですが、お店の方の車かな、居酒屋さんされてるんで、もうお店は結構広々ですね。ちなみに景色がですね、こっちイオン側なんですけど、イオンかすかに見えてますね。イオンがかすかに見えてるの分かるでしょうか。ピンボケでちょっと向こうまで映らないかな。こっちはすぐ道路なんですけど、実は逆側にも席があって、向こうの奥の方に座るとですね、ちょっと景色がいいかと思います。ちょっと高台になってるので景色がいい感じだと思います。結構広々です。ということで、どんどんいただいていきます。ということで、もう無限カレー完食でございます。美味しかったです。ちなみに無限カレー、牛すじカレーみたいですね。無限牛すじカレーって向こうには書いてました。そして牛すじカレーと、あとローストビーフも多分丼だからだと思うんですけど、そちらはご飯を好きな器に寄せてからキッチンカウンターへ持ってって、僕が入れていただいたように入れていただくみたいですね。多分ローストビーフもその上で、多分ローストビーフは量決まってると思いますが、そちら入れていただくみたいです。そしてちらっと見えているこちら、これ多分夜メニューなんですが、すごいです。クワトロチーズバーガー1980円、税抜きなので税込みだと2200円ぐらいかな。すごいハンバーガーがあったり、こっちのおぼえぬ爆弾、ふわっと食感スフレオムレツ、こんなのもあるみたいです。そして無限カレーはこっちにも書いてますね。あとちょっと見えないけど、ここは海賊チキンっていうのも なかなかすごそうです。6390円、安い。こんなのもあるみたいです。夜もなかなか面白そうなお店です。夜メニューも少めにありました。こんな感じですね。結構リーズナブルな感じですね。ざーっとちょっと見ましたけど、そして買っていたローストビーフとか 300g 超えが990円であるそうです。ローストポークも 300g 超えとか、結構ボリュームたっぷりですね。そしてペペロンチーノとかパスタ500円です。この写真の量だと普通に1人前はもちろんありそうですね。結構お安い、非常にお手頃な感じです。これは今平日限定だそうです。そしておー、なんかいろいろありますね。エッグベネディクトこんなのもあるようです。そしてお酒はこんな感じですね。なかなか夜も楽しげです。それではそろそろ帰りましょう。ちなみに食器類は片付けてということなので、もう1個で重ねて大丈夫かな。それでは片付けますでしょう。ごちそうさまでした。ということで、イリバルさんで美味しいカレーライスいただきました。っていうか下がすごい広い、下マジで広いですね。なんか広い、普通不思議な空間になってます。赤人のオーナーの方が作られたそうです。すごい、なんかすごい焼き物なのかな。
そして下にお手洗いもあります。ちょっとこんな映える感じのものも作られてます。なんかそういった芸術的なのも好きなんですかね。それではよいしょ帰りましょう。ちなみに出ましたが、一応下に駐車場があって下に入れたんですけど、結構急です。登れるかな、怖いんですけど大丈夫かな。とりあえずこんな感じでした。それでは一発で絶対出れないですね。ちなみに店の前にも駐車スペースはあります。バスで出れるかな、ガリっていきそうですね。今ちょっと駐車スペース入れ替えてから行きましたが、ここ無理に下に止めない方がいいです。軽自動車だと大丈夫かもしれませんが、ちょっと普通車だとあんまり入れない方がいい気もします。こっから出る時も結構怖い。ということでこちらでした。でちなみに場所はですね、新しくできたイオンが近いと言ったんですが、この道なりに行くとですね、こちらイオンですね、もう手だこ浦西駅になります。こちら左手手だこ浦西駅、そしてこちらイオンスタイル西浦、こちらイオンスタイルさんでーすって、めっちゃ並んでるな。並んでるので本日は山田電機さんの駐車場に入れて、ちょっと激安なものがないかだけちょっと物色していきます。よいしょ、いい場所空いてた。ということで本日はこちらのイオン手だこ浦西駅前店のすぐそばにあるイリバルさんで美味しい牛すじカレーいただきました。無限カレーいただきました。なかなか美味しかったです。ちなみに今駐車場でお話してるんですが、こちらのイオンは浦添市ですよね。ずっと浦添市だと思って喋ってますが、イリバルさんはですね西原町です。まあちょうど境目なので、もうちょっとで浦添市っていう場所の西原町なんですが、一応住所は西原町になります。西原町にあるイリバルさん、結構美味しかったですね。牛すじカレー本当に煮込まれててですね、その煮込まれたり野菜とかが本当煮込まれてる感が一番美味しいかなと思いました。そして無限って一応ストップかけさせていただきましたが、溢れるぐらいまで入れていただけるそうです。ご飯本当にちょっと目でも多分すごいいっぱい入れてくれるので、ご飯おかわりは多分しても大丈夫ですよね。勝手に僕の想像でお話してるんで、もしダメだって言われたら謝っていただきたいんですが、まあご飯をちょっと少なめにしてめちゃめちゃルーをやんもりいただくのが一番山盛りカレーになるのかなと思います。そしてご飯がちょっと足りないなと思ったら、ご飯をさらによそってさらに山盛りにしていただくのもいいのかなと思います。でもその前になんかチョムランマのようなご飯を盛るのもありかもしれませんね。その周りにたっぷりのルー入れていただいた方が、もしかしたらご飯にも染み込むような感じやんもりのカレーになるのかなと思います。で僕はそこまで食べないので、今回ルー多分お玉に3杯ぐらいだと思います入れていただきました。お腹いっぱいでございます。美味しかったです。そしてスープも飲み放題ということで、多分あれチキンスープかな、よくあるステーキ屋さんのスープだと思うんですが、なかなかあっさりしてて美味しかったです。そしてあとその他にですね、結構気になるメニューっていうか夜メニューも気になりますよね。そしてランチメニューで言うと、個人的にはやっぱりカットステーキ、サイコロステーキ、そしてあと唐揚げ気になります。唐揚げも880円、そしてステーキも990円、税込みですよね。1000円切ってなかなか、最近ステーキってサイコロステーキでもある程度ボリュームがあるものなかなかない気もするので、本当にリーズナブルなお店だなと思います。また機会があればですね、ぜひ行ってみてカットステーキ、サイコロステーキなんかいただいてみたいと思います。ぜひ皆さんも行ってみてください。ということで本日は改めまして、沖縄県西原町にあるイリバルさんで美味しい牛すじカレー、無限カレーいただきました。こちらのチャンネルでは沖縄県民のための沖縄の情報を配信しております。この動画が役に立ったなと思っていただいたら高評価、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。サウディークロップ、バイバーイ。